こんにちは、速稼塾の久保です。こんにちは、 YIBC YBIC の椎野木です。よく言えたね、 YIBC YBIC YIBC YBIC はい、まあ、いつものね、はい、毎日稼ぐのコーナーでおなじみの椎野木あさる君でございます。はい、なんかこうしてみると顔が似てるな。これ大丈夫です。なんか似てない、これ顔似てないですか、これ。なんか顔の形が似てる、似てる。なんかね、うんうん、僕は食パンマン似てるってよく言われますけどね。ああ、食パンマンね、あるかもしれない、はい。で、今回ね、私の自宅に来ていただいたのは実はね、あるコミッションを手渡しに来てもらったんですよね、はい。ちょっとその金額がね、でかい。あの、ちらっとだけお見せしますけども、ちょっと大きいんですよ、本当に。で、これ何のコミッションかというと、以前ね、去年の11月ぐらいからかな、モッピーっていうポイントサイト、私がね2ヶ月だけやって、はいはい、10万、まあトータルで12万ぐらいのキャッシュアウトが今できたんですけども、2ヶ月ですよ、2ヶ月で、うん、その中でどうしてもね、これはみんなにやってほしいなと思う案件があったんだけど、ちょっと待てって声がかかったんで待ってたんですよ。そうでしたね、うん、それがね、ましたね、ちびまる子ちゃんの電気、はい、あれ切り替えるだけで瞬間的1万6000もらえて、しかも電気代がその後ずっと安くなるっていうプランだったでしょ、うん、あれむちゃくちゃ得だよねっていうふうな雑談したら、いやちょっと待ってくれよっていう話があったんで、はい、ね、あの時ね、そうですね、うん、であれを待って、それで話をよく聞いて、うん、じゃあまずはそっちの方に乗ってみようかなっていうことなので、うん、試しにね、電気の切り替えをお願いしたんですよね、はい、まあ、今回はそのコミッションがね、こんだけ入って、そうですね、なんで、うん、まあ、僕が、うん、ちんまる子ちゃんじゃないんですけど、うん、他のいわゆるその新電力ってですね、うん、今電力会社っていうのはすごく増えてまして、たくさん選べるんですけど、その中の一つをご紹介をしてまして、うん、まあ、たまたまそれを久保さんにお話ししたところ、そう、ちょうど切り替えようかなと思ってるところだったんで、よかった、じゃあ久保さんこっちやってくださいと、うん、こっちの方がお得なんでっていうことでご提案させてもらって、うん、はい、まあ、その結果、うん、先ほどね、久保さんがちょっと、はい、ちょっとだけ見えたね、ちょっとした金額ですよ、ちょっとした金額が、うん、これは久保さんに、うん、っていう還元できたお金としてですね、ね、すごい、できました、うん、あのちびまる子ちゃんも1万6000円パッと入るじゃないですか、あれの数倍入りますからね、今回そうですね、ただし、はい、ただし例えば一人暮らしで電気代がもともとね3000、4000みたいな人が何万儲かるって話じゃありません、はい、それはね、ちびまる子ちゃんの方も他の電力会社も一緒です、うんうん、だから私の場合はね、ちょっとね、平均的よりも消費金額大きかったですね。そうですね、うん、久保さんはその、まあ、一戸建てなんですけど、うん、なかなか戸建てでもこんなに使わないんじゃないかなと、うん、使わないと思うわ、聞いて、まあ、ちょっとした事業所ぐらい、うん、まあ、使われてた、まあ、月によってですね、うんうん、時もあったので、あのやっぱり使えば使うほど、うん、電気料金ってその新電力の会社からしても嬉しいん で、うん、でたくさんコミッションが払えるんですよね、うん、はい、というのがあって、使えてる金額が、まあ、そうですね、だいたい1万5000円から、うん、2万円ぐらいからですかね、うん、以上使われてる方には、まあ、結構な金額が、うん、ちょっとね、あの還元できるという内容になってます、はい、うん、でもその一般的な家庭とかで例えば、はい、お父さんお母さんで2人暮らしでお子さんが1人いるみたいなところ、多分ね1万やっぱり5000円ぐらいが毎月の電気料金なのかなと思うし、そうですよね、お1人暮らしお2人暮らしだと例えばね1万円を切らないように電気を使ってるよみたいな、8000とか9000ぐらいだよって方もいらっしゃると思うんだけども、だいたい個別でまあ見積もりを取らないと分かんないと思うんだけども、だいたい例えば電気の消費量がどのぐらいの金額以上だったらお得を実感できるものになると思います。そうですね、でも1万円を超えてたらお得さは実感できると思います、うん、それはでもちびまる子ちゃんの方も他の電力会社も一緒で、そうですね、あんまり使ってない人が切り替えてもらっても結局売り上げにはならないから、そうなんですよ、まあ、まあ美味しくないということにはなるよ ね、電気会社から見てもね、うん、で電気会社によってその料金も様々なので、うん、安くなるところもあればちょっと逆に上がっちゃうっていうところも、ね、ああなるほどね、あるんですよね、うん、で基本的にはたくさん使えば使うほどお得になっていくっていう、うんうん、システムがその新電力の会社なので、うん、まあ、ある程度1万円ぐらいですね、うん、ちょっと超えるとかなり実感できるんじゃないかなと思うんですけど ね、でもこれは多分電気を使って電気料金払ってる人自身では分からないと思うん で、私の場合はね1月2月7月8月のこの4ヶ月分の明細を送って診断してもらったんですよね、うん、はい、
それによってどうするかを決めればまあいいと思うんだけど、今でもそんな感じですか？あ、同じですね、うん、一応過去6ヶ月分を、はいまあ、明細ありますよね、うん、多分お手元に、必ず電気料金の明細って金額とか、うん、どれぐらい使ったのかっていう資料だったりとか、うん、あとは、ご自身の名前とかですね、うん、そういうものが届くと思うんですけど、これ過去6ヶ月分があると正確に、おいくらぐらいになるのかとかですね、うんそのコミッションというか、キャッシュバックでいくら還元できるのかっていうのも、うん、ご提示ができるので、うん過去6ヶ月分を見せていただくと、はい、いいんじゃないかなと思います、うんまあ、過去6ヶ月なら持ってると思うんで、そうですね、あ手元にあるわ、もしくはないから取り寄せてちょっと見てもらおうかなって思う方は、うん、もうお気軽にですね、はい、この機会にメッセージをいただければ診断してもらえると思います、はいでまあ、その結果ね、切り替えた方が得、切り替えない方がいいかな、もしくは他の電力会社の方がいいかなっていうのは今ポイントサイトで比較ができるんで、多分ね抜群だと思いますよ。全然別世界でいいと思うね。そうですね、まあ、それこそ先ほど言ったそのちんまる子ちゃんの電気の方がいい場合もありますんで、うんまあ、そういう場合はそのままお伝えしますんで、はいはいまあ、どこがいいかっていうのはですね、多分調べない、調べても出てこない会社っていっぱいあるんですよ。そう新電力の会社って、うん、そう何十社ってありますんで、うんまあ、その中で一番いいご提案はできるんじゃないかなと思います、うんはい、要するにポイントサイトに出てこないところも山ほどある、ね、山ほどありますからね。しかもポイントサイトに出てるところも全部はリサーチしきれないんですよ。私もねほとんど見ましたよ、はい、ほとんど見た上でちびまる子ちゃんがナンバーワンかと思ったら違うというね。そうなんですよ。情報を制するものは何とやるんですよこれは。うん、うん、だから電気料金っていうのはこの払ってない人いないと思うんで。そうですよ ね, ねポイントサイトやってる方で例えばクレジットカードが作れませんとか、うん、FX の口座開設はどう思うとかね、あとはなんか何セミナー行って投資のセミナー受けたら5000もらえる1万円もらえるみたいなのがあるけども、あれ年収で切られてますからね。確かに源泉徴収見せろって言われますからね。そうなんですよ、うん、だからね難しい人はもうどこも難しいんですよ、あのワンルームマンションの投資話っていうのはね、はい、でそうなると電気はみんな使ってるでしょみたいな。違いない、ね、電気は誰も使ってるし、こんな七面倒くさい審査とかないですからね。それこそ電気代踏み倒しみたいな、ね、そんなことを繰り返したらダメだと思うけど、普通に使ってる分にはね電気なんてみんな使えますからね、ぜひ検討していただきたいかなと思います、はい、これはちなみに、はい、期限とか、はい、人数のリミットってのはあるんでしょうか？一応ですね、期限っていうのは、うん、今のところはまだ大丈夫なんですけど、うんむしろ逆に、うん、今その他にもですね新電力の会社っていうのをいろいろ僕もリサーチしてて、うん新しい会社もご提案できるようになるんじゃないかなというところがあるんですけど、うんまあ、ニーズに関してもですね結構今お問い合わせはいただいているので、うん早めにお問い合わせいただくと早めに返信ができるんですけど、ちょっと後になればなるほど返信が遅くなる可能性があるというところぐらいですかね、うん、今上限っていうのは今のところは、うんはい、ないんですけど、まあ、今後ですね今あそうなんですけど、電気がちょっと高騰してるんですよ、うん、お電気代が電気代、そういう新電力の会社って、うん JPX だったかな、うん、この電気を売買している機関というかですね、うん、ところがあるんですけど、そこの要は仕入れ価格によって電気 この料金が変動するっていうのがありまして、うんちょっと高騰してるらしいんですよね。なのでもしかしたら人数が増えれば増えるほど、安くできないんで、うん、打ち切りになる可能性は今あるかもしれないです、うんちょっとそんな状況ですね、うん、何とも言えないところなんですけどね。確かにね電気代が高騰する理由っていくつか考えられて、はい、なんかねすごく嫌な話なんだけど、そのまたね自民党叩きじゃないんだけど、うん、電気を高騰させて電気が足りませんよだから原発を推進しましょうみたいな流れを作ってるんじゃないかなっていうのが一説にあるのと、あとこれリアルにねカーボンニュートラルって言って、はい、要するに電気自動車をねどんどん流行らせていくっていう流れ で、うん、で電気の需要が高まるから電気が高くなるよねっていうような風を吹かそうとしてるこの2つがね、うん、考えられるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど、まあ、これ2つはね真実かどうかはともかく多くの人がそうだよねって納得しそうなものなんで、ね、例えば電気自動車なんてのは、はい、じゃあ電気どこで作るんですかって話になると CO2 はね今のガソリン車よりハイブリッドよりもよく出るって話になるんで、全然カーボンに優しくないっていうのも、まあ業界関係者の方はねよく言われて、トヨタ社長もハイブリッドがベストなんだよって言ってるんですよ。電気自動車なんて言って、でも電気スタンドどこにつけるんだみたいなね。確かに。あと電気を作る元はどうするんだ、火力発電所足んねえぞみたいな。確かに。で火力発電所をいっぱい作ると電気は足りるけど結局 CO2 はもっと出るじゃないかみたいなね。でも世界の標準は電気自動車になってるんで、
よね。今電気にシフトしなかったら、あのハイブリッドとかガス車を使っちゃうと完全に輸出できなくなるんですよね。で日本車なんてのはおおよそ海外に売ってるから成り立ってるんで、国内の販売台数なんて落ちていく一方なんでね。そうですよね。だからやっぱり厳しいとこだけども電気自動車にシフトをやっぱ2030年代にしていくのかなっていう流れは止められないし、そうなると多分原発の稼働をねもっと進めていかないといけないっていう流れもできて、でプラス今みたいにね電気が足りなくなるから電気値上がりしますよみたいなことも言われちゃうみたいな、そんなね嫌な話があるんですけども、これは本当かどうか分かんないけども、どっちにしても結果的に電気代が今上がってるっていうのは確かなんですよ。そうなんですね。これはね、電気代が上がってるのは皆さんもね体験すると思いますよ。まあ明細見てたら体験しますね。普段見ないんでなんとなく高いなぐらいだと思うけど、明らかに毎年毎年なんかちょっとずつ上がってるっていやらしいね。ちょっとずつ上がってるんで、だから今のうちに安い電力会社に、ね、敏感になってるとかですね。そうですね。いつまでもね高い契約のまんま、ね、大手電力会社の契約が一番高いんで今から選択肢が増えてますからね、いろんな選択肢がありますんで、はい、まあ、そこを全く知らずに過ごすのは非常にもったいないのかなと思いますね。特に普通に使ってる電気なんで何か新しく契約するわけでもないですし、今の生活とは変わらずにただ切り替えをするだけで、お得になったりとかですね、さらにちょっとしたこういうねお小遣いというか結構な金額だね、結構な金額、ね、いただけるという、今日はちょっとご馳走しないといけないぐらいになってこんなもらっちゃってなので、まあせっかくこの機会にですねこういう情報を知っていただいたのであれば、ぜひ一度お問い合わせをいただければ、いいご提案とかご紹介ができるんじゃないかなと思います。とりあえずメールしてください。明細は探すの後でいいんで、はい、新垣君助けてっていうね動画のね概要欄にメールアドレス貼っとくんで、はい、ね、メールをして、はい、で懸命にね電気って書いて、そうですね、あなたのお名前を忘れずに、はい、ね、そしたらどんな段取りをすればいいかってことをね改めて返信してもらえると思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそんなことですね。そうですね、本当得してもら得させてもらいました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんも得してくださいね。はい、うまっ。